皆さんこんばんは。ご紹介いただきました保坂直人です。今日は脱原発議員連盟という横須賀市議会で、市議会議員の方が、作られたということで、世田谷からやってきました。最初にですね、経歴については先ほどちょっと触れていただいたように、教育ジャーナリストという形で、活動してた時期も相当長くございます。実はその世田谷区というエリアとその地域と私の関係で言えば、牟田貞三さんって方が一昨年お亡くなりになってしまったんですが、世田谷区でかなりボランティアの、シンボルというか、世田谷ボランティア協会っていう、協会があるんです。そこ長らくそこの理事長をされていて、障害を持った、子どもたち、親たちとその、支援する人たち、あるいはあまり関心のなかった人たちも含めて、その垣根を外していこうというような、そういう地域運動をやられていた、わけなんですが、その牟田さんがいじめの問題で中央教育審議会の、委員に選ばれるということが今から16年ぐらい前にあって、でその時に実はそのさまざまな形でこの、世田谷区にずっと事務所を置いていたもんですから、この区内の教育に関わる、運動を、市民運動などやってるグループをこう横断的につなげてですね、世田谷子ども命のネットワークという団体を、作ったわけなんですね。でそれはただ作っただけではなくて、いえばその、世田谷区と世田谷区教育委員会と一緒に、いじめの問題、まさにこれについて、共にその垣根を外して、取り組んでいこうと、こういう趣旨で、行いました。で私が事務局長で、その牟田貞三さんが代表ということで、1996年だったんですが、30回ぐらいの実行委員会をしまして、最初20人ぐらいから最後今日お集まりの皆さんぐらいの人数になってですね、でそこで地域の中で、親を中心にですね600人近い人が集まるという催しをやり、でそういった催しの中から、実はチャイルドラインという名前を聞いたことがある方、少しは増えてきてると思うんですけれども、子どもが何か誰かに言いたい、聞いてほしいという時に、いつでもかけられる電話を、イギリスで行われているチャイルドラインを一つの手本にしながら、今全国に広がっているんですが、これは非常に大きなハードルがありまして、秘密は絶対厳守で、この番号にかけてくださいと、それをですね学校で配るというところが、特色ですよね。で学校で配るということは当然教育委員会、区も了承していかなければできないということが、最初に実は世田谷区でできて、今全国で850万人の小中学生に、そのカードが年に何回か、配られているんですね。で、チャイルドラインというのもそうやってこう広がっていった、そういう、地域的な、つながりが、契機で、衆議院議員に96年になるんですけども、その時以来ですね、世田谷区を、地域的な基盤にして、活動してきたということであります。で、実は国会の方は、2009年の政権交代選挙の中で、議席をなくしてしまうということになるんですけれども、その後、公共事業の現場とかですね、あるいはさまざまなテーマで、今年になってからはタイガーマスクという児童養護施設に、ランドセルが、置かれていると。でしかし本当に日本の子どもたちの特に、親に虐待をされたり、あるいは親が養育できない子どもたち の実際のところの状況はどうなのかということを
週刊誌等でレポートしたりっていう活動をしていました。皆さん3月11日のあの地震は、まあ、それぞれ、職場であるいは、まあ、家であるいは路上で迎えられた方それぞれだと思いますけども、私自身はあの地震を、文京区にあるですね、NPO 法人日向ぼっこという場所があるんですね。これはあの児童養護施設は18歳で、出なければならないので、出た後ですね、まあ、大学に進学する、子も、まあ、約東京だと3割なんですけれども、まあ、進学しあるいは就職をしという時に、まあ、全く一人になってしまうと、で一人になってしまった時にはいろいろなトラブルに巻き込まれたり、まあ、非常に孤独であるということもあり、児童養護施設をその、まあ、出た子どもたちが一種自助施設、自助グループですねという形でそういったマンションを借りて NPO 法人を作り、まあ、週に3回、ご飯を食べながら、まあ、交流すると、あるいは相談を受ける、まあ、こんなような活動をしているところでした。まあ、そこであの20代の若者の、まあ、非虐待体験を聞き、そして施設でどう過ごしたのかっていう、まあ、話を聞き終えたところで、そういったあの地震が襲ってきたというわけです。まあ、震源地が東北地方だということで、原発は大丈夫かなということをまず第一に考えました。というのは、今を遡るところの4年前でしょうか、2007年に、これは夏の7月に、中越沖地震というのがあって、でこの時にテレビは、柏崎刈羽原発で、火の手が上がって黒煙が、やば出ているという映像から始まりましたね。だからこの映像だけでは一体何が燃えていたか分からず、今回福島で起こったような事態が起こったのではないかと一瞬、まあ、思いました。まあ、実は変電所の火災、だったけれども、その消防隊とかがなく、そして、まあ、原子炉は最終的には止まりましたけれども、止まるまでの間大変時間を要するまで本当に間一髪のこう事故だったということが、まあ、後で分かってくるわけですけれども、この柏崎の事故の、3日後1週間後にですね、まあ、国会議員としての調査団ということで私はその柏崎原発の中に入っています。でこの時の体験が非常に、まあ、強い印象としてありまして、要は柏崎の、原発の中に入るとですね、想像以上の地割れですね。で地面が波打って、その街灯が倒れて、そして、その地割れがまっすぐその原子炉の建屋にこう向かって走っていると。で中に入るとそのクレーンがへし折れていたりですね、さまざまなことが、まあ、分かるわけですね。でもちろん全部を案内されたわけではありませんが、まあ、それでも、まあ、原子力情報治療室の皆さんとか、まあ、その中には原子炉を買って設計をしていた、まあ、専門家の方もいらっしゃいます、いう形で十数人で、まあ、中に入って、で写真を撮ってですね、でこの、そういったその調査の後で東京に戻って、まあ、記者会見を開いて、そしてその主な映像ですね、まあ、クレーンがへし折れているとか、あるいはこんなに亀裂があるとか、原子炉建屋自体がこう吹き立った状態であるとか、こういった写真等をメディアに配布して、この写真どういう意味があるのかということを全部説明文をつけて、記者たちは一生懸命熱心にこう聞いてメモを取って、まあその写真を持ち帰るわけですけれども、まあ翌日の新聞を見てみると全く出ていない、でテレビは全く扱わないということで、2回目も行きました。2回目は、まあ、原子炉の点検中で原子炉の負担がまあずれているというようなことも、まあ、分かりましたけれども、まあ、かなり重大事態だと思いますけれども、まあ、何せ記者会見をやっても言っても全くメディアは取り上げないんですね。
それは今日の時代で分かってきたのは、その民放のニュースの提供は、まあ、東京電力、電力会社だったということもきっとあったんでしょう。だからまあ自主規制もあったのかもしれません。まあ、そして、まあ、それからですね、まあ、テレビ討論番組などで、私もあの何回も出る機会ありましたけれども、まあ、原発とか脱原発っていうの話をすれば、あのそんな時代遅れのことをなぜ言ってるんだということで、あの、まあ、議論を無理やり封じられるような、まあ、雰囲気さえあったと、まあ、テレビの話をしましたけれども、まあ、問題国会というところで、あのこれだけその地震多発地帯の日本で、まあ、原子炉の直下の地震が起きたわけですね。でこういったことで、あのもうまたとない検証機会なわけですね。そうすると文部科学委員会であるとか、あのあるいは経済産業委員会だとか、あるいは、予算委員会などでもですね、本来であればあのこれで大丈夫なのかという議論をしなければいけないんですけれども、もちろん私自身は、文部科学委員会みたいなところで、集中的にやろうよということを言い、まあ、提案するんですけれども、まあ、それはあのうなずく方は非常に少なくてですね、あの与野党の、まあ、両党、当時は与党が自民党で野党第一党民主党でしたけれども、あのそんなことはやる必要ないでしょうと、ご意見として受け止まりましたと、はい、次のに行っていきましょうということで、国会は全くそれを検証する気は、あの残念ながら全体としてはなかったわけですね。でそういう経験があったもんですから、あの、まあ、先にやっぱ原発のことは考えました。で、まあ、極めて残念ながら、あのその当時、予想した以上の、まあ、大変ひどい規模で、福島第一原発の、まあ、今日の事態にあのつながっていくわけです。で、まあ、あの地震が毎日のように余震が続いて、そして、まあ、原発の事態もですね、まあ、全く何が起きているのかわからない、まあ、ここにいらっしゃる皆さんはおそらくインターネットなどで、原子力情報資料室の記者会見だとか、まあ、見る機会があった方も普通よりは多いのではないかと思いますけれども、まあ、テレビ、等を見ているだけではですね、まあ、原発のその建屋、まあ、分厚いコンクリートでできているわけですけれども、あれが、あっという間に見るも無残な骨組みになっている映像を見ながらも、これは、まあ、これは蓋が取れているようなものですから、格納容器の健全性は証明されましたみたいな、そういう本当にこう信じられないような解説が垂れ流されていたわけですね。最近集会等で南相馬市、出身の方がですね、そしてまた、今村を出なければならなくなった飯舘の方がですね言ってましたけれども、南相馬から、まあ、飯舘に避難してたんですよね、あの時に。そして飯舘の人たちは避難所などを作って、まあ、温かいものをということで、どうぞどうぞってもてなしていた。その時に何が起こっていたのかって一切まあ分からなかったと、こういう事態だったわけです。 で私自身は何かできないかってやはり、まあ、考えながら、まあ、元いた国会で開かれるですね、そういったその記者会見だとか報告会、あるいは今何が福島原発で起こっているのかというような会にも出席をしました。ただ具体的に何をしようにもですね、これは官邸と、それからまあ東京電力と、本当に限られた LINE 以外には情報も入らないし、まあ、全くのきっかけもないという時にですね、私の元のスタッフがですね、南相馬市の小高地区っていうですね、かなり津波で流されてしまったところの出身だったんですね。で電話がかかってきました。まあ、ちょっと大変なことが起きていると。実はその南相馬市から避難を、まあ、続々市民がしてるんだけれども、
避難をしようとしたら、もうここは、つまりその屋内退避っていうのが出た後でしょうかね、出れませんと、つまり入れないって話が有名ですが、出れないって話があって、要するに人がそこに、原発事故で大変なことになっているので、閉じ込められるってことが、起きているんじゃないかという、まあ、情報をくれたんですね。でこれはまあ未だにちょっとその真偽は確かめられないんですけれども、まあそれはそういうその話を聞いて、まあ、大変な事態ではないかというふうに思いました。いう時に、まあ、ツイッターなどでですね、私が事務所を当時置いていたのは世田谷区ではなくて、まあ、いわゆる政権交代のための野党協力ということで、杉並区役所の目の前に事務所を置いていました。で、まあ、杉並区長は、ちょっと去年選挙で交代しましたけれども、まあ、私自身も応援をした、逆にその彼からも総選挙の時には応援をしてもらったという、まあ、関係にありました。で実は杉並区と南相馬市が災害時の共助の協定を結んでいるということで、まあ、早速電話をしてみたら、まさにその時にですね、杉並区役所の前から、まあ、トラックを連ねて、そして避難をしたいというならバスを用意して、今から出かけるんだという、まあ、瞬間だったわけなんですね。ただ問題がありました。というのは時に皆さんご存知だと思いますけれども、桜井、南相馬市長が、テレビに出てきました。電話の声ですね、どの番組でも。でこう写真がこう出ててですね、皆さんに訴えたいと、今南相馬市には水も食料も、ガソリンもですね、全てがもう入ってこないんだと。要するに屋内退避ということで、まあ、屋内にいなさいということに、なりました。まあ、20キロ圏内はまあこう立ち入るなということで、20キロと30キロの間にちょうど南相馬市は あったわけですね、原発からの距離が。だから30キロのラインのところに、まあ、一種のこう検問所みたいなものが作られていて、まあ、トラックはもう それ以上入らないと、あるいはもっと遠いところでここに取りに来てくれっていうのはこういう状態であると。でしたがってこのままだと残っている市民も、要するに干上がってしまうという、まあ、訴えをしていました。なぜ、電話の声だったかというと、当時、新聞もテレビも全てが記者を入れなかったんですね。これは知られてないことかもしれないですね。南相馬市役所に私は3月の末に行きましたけども、いたのはフリージャーナリストだけです。朝日新聞も読売新聞も NHK も、いませんでした。海外メディアはいましたね。海外とフリーの人たちだけです。ですから、まあ、あえて電話の声って形で、まあ、出たわけですけれども、私自身は、まあ、官邸、あるいは国土交通省などと、まあ、国会に元いたということで、いろんな手をたどってですね、杉並区から今入るから、とにかくその中に入れてくれと、まあ、屋内退避っていうのは完全封鎖して人を中に入れてるっておかしいじゃないかという話をして、どうにかその杉並区のバスは出発してたんですが、30キロの線を突破して市内に入ったんですね。これは初めてその線が一応こうずっと全部その入れなかったというところからですね、救援物資等を受け入れたということの始まりでした。そういうことで3月11日の地震の4、5日後くらいから、その杉並区役所の区長室で、区長、田中区長といろいろ相談しながらですね、できることをやると、まあ、いろんな市民からの申し出もありました。で、それをやっているうちにですね、やっぱり、国会に行ってですね、国会でいる勉強会が開かれるけれども、その勉強会の中で、ただその情報を知ってもですね、これユーストリームで皆さん見てる情報と同じなわけで、じゃあ何をするという具体性が残念ながらないわけですね。他方で、まあ、杉並区役所で、
まあ、区の幹部を集めてですね、要するにトラック出そうよということで、よしということになればトラックが出るじゃないですか。バスも行くじゃないですか。ここはやはり自治体のね、最後のこういう時の力というのは大変な力だな、力があるなと思いました。3月の確か、26、7日くらい、まあ、地震があって10日ちょっと経ってから私は南相馬市を訪ねました。訪ねて、まあ、桜井市長とも会いましたけれども、まあ、彼自身はその、被災をしていて、そして市役所に泊まっていて、それでメッセージを全国に発しているとそういう時期でした。まあ、その全国からですね、いろんな人が、まあ、桜井市長の呼びかけに応えて来始めていましたけれども、まあ、こういう時にその被災地の自治体のね、役割も大変重いと。でもちろんその市長、組長の判断によって、市民のある種のその明日というものが決定的な違いが出てくるというのがその実態の、まあ、長としてのこう役割であるなということを、まあ、再認識、まあ、していたところ、これが3月の末なんですが、3月の確か30日かそのぐらいに、世田谷区の区長選挙に、出てくれないかっていう話があって、まあ、その理由はですね、直接その震災のことではなくて、その町づくりの問題であるとか、区政をやっぱりもっと転換したいとか、こういうことだったんですけども、まあ、その時にですね、まあ、区長選はいつなのって聞いたぐらいですから、そういう準備はしてなかったわけなんですね。実は来月の24日だと、当時3月30日ですからね、いや時間ないですねと。で本当に応援してくれる人たちがどれだけいるのかなと、まあ、さっぱり分からなかったわけですね。でただやはり3月11日の地震の前の私は多分そういうお話があっても、まあ、いろいろ、まあ、国政の場で、仕事をしたいからとかいうことで、身を乗り出さなかった可能性が大きいわけですけども、まあ、その時にはもしその輪が広がるんであればやろうというふうにまあ答えたんですね。でまあ、続々いろんな人が集まってきて、まあ、4月6日に立候補表明をして、まあ17日に選挙が始まって、24日にはまあ当選ができたと。まあ、大変短い立候補表明から20日も経たずに、まあ、それこそ選挙事務所で、勝ったと言って喜んで、いろんな人にまあ、激励を受けたんですが、ちょっと驚いたのはですね、NHK の中継が入ったんですね。大体いろんなところであれ、統一自治体選挙ですから、横須賀市も同じですかね。ずれてます？いや、市議選は同じです。市議選同じ。で、市議選同じっていうと、全国至るところで選挙やってるわけですね。まあ、注目選挙区になって、で、勝った途端にですね、全国のニュースで、小坂さん、脱原発の訴えは、区民に響きましたかっていうようなですね、全国ニュースで、まあ、取り上げられたということで、まあ、東京新聞という新聞なんかは一面二面、社会面全体を使って、まあ、その大きく、まあ、その翌日報道されました。でそうやって、まあ、区長ということに、実はその当選を決めた1時間半後には、区役所の総務部長と区長室長が来て、あ、打ち合わせをしたいと言うんで、もう区長になっちゃったのかなということで、まあ、すごく早かったわけなんですが、まあ、それでスタートしました。まあ、4月の27日から、まあ、スタートしたわけですけれども、